じゃあお呼びしていきましょうか。よいしょと。ではでは自己紹介お願いします。皆さんどうも、コアクアミナトアクアです。待って、自己紹介しなさすぎてめっちゃ元気ない。お前配信しなさすぎてそうなってんじゃねえかよ。元気に、ほら、アクタン、アクタンだよ、今アクタンだよ。ほら、アクタン、かわいいアクタン、ね、バーチャルメイドのアクタンだよ、ほら、行くよ、行くよ。はい、それでは、皆さんどうも、アクタン、そしゃー、そしゃー、そしゃー、誰君。誰やばい、久しぶりに来たからちょっと緊張する。そもそも人と喋ったの久々やろ、その感じ。大丈夫？確かに、確かに。はい、ちょっと改めて僕の方からご紹介いたします。はい、ホロライブの、みなとアクアちゃんでーす。どうも。あの、最近、私よりも、神楽メアのことを、あの、可愛がりすぎ。そこ？あいつのことを可愛がりすぎて、全然私に、もう構ってくんなくなっちゃった。待ってください、ちょっとアクアさんは、お忙しいじゃないですか。ね？ほら。なんか私がその神楽メアから最近ののりお先生とご飯行ったとか。あ、はいはい。なんかそういうのの方がなんか多い気がして。いや待ってください。この前喋ったんだよねって。待ってください。神楽メアは暇なんですよ。待ってください、赤さん。待って。違うんです。神楽メアは暇なんです。違うんですよ。あの人が暇なだけなんです。そうなの、あなたは忙しすぎ、メハは暇すぎ。いやいやいや、でもさっきあの神楽メアに声かけたらゲームしてるって言ってた。いや暇やん。暇やん。かも。まあでもメアさんと2人で食べてるんだったらアクアも来れるよね。その他にいっぱいいるとさ、人見知りがみたいな感じだと思うけど。ちょっと怖いかも。うん、じゃあ行くか、アクア。行きたい、美味しいもの食べたいよ。行くか。じゃあ、まあ、アクアに嫌われないうちに誘うかな、僕も。ねえ、うん、嫌わないよ、ずっと嫌わないけどさ。そうなんだ。そうなんだ。いや、マジで心配だから無理すんなよ。いや、ありがとうございます。うん、本当に無理しないでね。まあ、のりお先生も倒れないようでね。のりお先生は、まあ大丈夫よ。